父が死んだらしい。僕は不倫の末に生まれた子供だった。母が交通事故で死んで、ちょうど2年が経った2月、ベストセラー推理作家宮内省吾が死んだ。一度も会ったこともない父の死が僕の人生をかき回すことになるなんて。宮内省吾の死から1ヶ月が経ったある日、僕の兄と名乗る男から電話が来た。親父がこの間亡くなったのは知ってますよね。その件で話がありまして、かなり面倒な話なんで直接話したくて。ちょっと時間作ってもらえませんかね。相続がどうとかですか？その話もありますが、本題は別件です。もっとややこしい話なんで電話じゃ話せないんだ。いつなら都合つきます？今週は明日と明後日が休みです。午後の方が。それじゃあ明日午後の1時 S 社、わかりますよね？切られた。 S 社って出版社じゃないか。なんでそんなとこに呼び立てるんだ。